パン、サポーターの皆様、ご支援ご声援ありがとうございました。今シーズン、このようなシーズンで正直、とても情けなく、そして悔しく思っています。 FC 東京は、ここ数年親会社が変わったり、エンブレム変更があったりと変化の年を迎えてきています。 FC 東京がどこを目指しているのか、それはもちろんリーグ優勝であり、その先にあるアジア制覇だと僕は思っています。この目標を FC 東京に関わる全ての人たちが同じ方向を向き、責任を持って戦っていくことが、そして仕事をしていくことが今我々に必要なんじゃないかと思っています。数年前にここでこのピッチで同じことを言いましたが、本当にプロフェッショナルな仕事をそれぞれができているのか、僕自身も自分にまた問いかけながら、自問自答しながら、この答えを自分の行動、あるいはこれからの結果で示していきたいなと思っています。改めて今シーズン1年、応援ありがとうございました。これより監督